天気情報です。今日は気温が上がりました。甲府が 20.3 度、河口湖が 15.3 度と最高気温は平年よりも2度ほど高くなりました。春の日差しの中、桜は見頃を迎えています。今日は山梨市の高神山の桜です。国道140号を牧岡方面から甲府方面に向かって走ると、右手に一面ピンクに染まった山肌が見えます。高神山の桜です。この桜は24年前に地元の人たちが荒れた山に45本の桜を植えたのが始まりです。今ではおよそ500本のソメイヨシノが毎年綺麗な花を咲かせ、桜の名所となりました。今でも寄り合いの会費から維持費を出し合って活動を続けているんです。今年は今がちょうど満開、山の斜面はやや北側になるため桜も長持ちしそうです。それでは詳しくお天気見ていきます。雲の様子です。前線の雲は南の海上に離れ、西日本から東日本にかけては目立った雲はほとんどなく、晴れているところが多くなっています。気圧配置の移り変わりです。大陸から高気圧が移動するでしょう。本州付近は東シナ海と日本海にそれぞれ中心を持つ高気圧に覆われそうです。山梨県内の明日の天気です。日中いっぱいは晴れそうです。日差しを遮るような雲がかかることはないでしょう。夕方は各地で雲が広がり、にわか雨の可能性があります。明日の予想気温です。最高気温は平年をやや上回り、甲府は18度、河口湖は17度でしょう。明日の洗濯情報です。各地ともよく乾く予想ですが、夕方以降にわか雨があるかもしれません。近県の明日の空模様です。東京、埼玉、神奈川は晴れ時々曇りの予想です。近県の明日の予想気温です。東京の最低気温は11度、最高気温は19度の予想です。週間予報です。多少雲が広がるものの晴れの日が多いでしょう。最高気温は平年並みか高めの予想です。花粉情報です。中西部、東部、富士五湖ともに非常に多い予想です。明日も春本番の陽気となりそうです。天気情報でした。この後は相次ぐ強盗事件の背景を記者解説します。